最近いたずさん、うーん、最近もやられてるよね。うん、最近もね。あの、今度は表の方やられてるよね、この間ね。うん、えー。まあね、いろいろあるね。うん。ほんとね。でもね、パトロールしてくれてるからね、警察が結構ね、強化してもらってるからね。うん 警察が来てね落としてくれたよ本当にお巡りさんがね本当にありがたいよねお巡りさんねあそこまで普通やんないもんねやってくれたんだよみんな水をこうにやって落としてうんいたずらされたら嫌な気持ちになりますかあなりますよねななるでしょならない ね。だってさ、人んちにね、物を投げるなんて、できませんよ、普通の人じゃ。頭狂ってる人やゃなきゃできないよ、あんた。自分ちがやられてみなさいよ。自分に置き換えなくちゃなんでも。そうでしょう。余分に金かかるのよ。そういうことをされるとね。ね。嫌な気持ちになるのは当たり前じゃないんですかね。違う うんラッキーさんちょっとアンチかなこの人。ちょっとおかしいね、質問がね。うん、ちょっと質問がおかしい。だ,だっていたずらされていい気持ちの人いないんじゃないの違うあなた、学校行ってお勉強やり直した方がいいわよ。ね。あなたね、いたずらされてね、気持ちのいい人はいないですよ。ね。こんなね、 こんな簡単な問題がね、できないんだったら、一年生から幼稚園からやり直した方がいいですよ、ラッキーさん。ね悪いけど。ね幼稚園からあなたやり直しなさいよ、頭の程度をさ。違うかいそうだって、のりこさんが、そうだよね、いたずらされて嫌な気持ちになりますかなんて聞く人いる いい気持ちになる人なんかいないわよ。ねそうでしょ私言ってること合ってるでしょね南、南口さん嫌み言ってる感じ、悪いって、そうでしょうん。ひゅいちゃんが、あの、おまけって、玄関で、何ふふ、ふ <laughs> んだじじの <laughs>、気持ちがわかる。 そうだよね、うん、そりゃ嫌ですよねだだってそうでしょうねえスバルさんそうだよね嫌な気持ちですかって聞く方が間違ってるよねえ、うんうん、あよっちゃんありがとう。 よっちゃんありがとね。うん、こんばんは。よっちゃんいつもありがとう。ありがとう。クラッカーありがとうございます。よっちゃんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いろんな人いるからね。うん。本当にね。変な人がいるからおまわりさんがいなくちゃなのよね。みんないい人がいればね、おまわりさんもね、いらないよね。うん、そうだよね。うん,んとね。うん。 あ、はい、ありがとうね、マスターさんね、無理しないでねって、ありがとうございます。大丈夫ですよ、まだね、はい。私、頑張り屋なんでね、うん、久美子さん、自分がされ、され、さられた人の気持ち、わかると、そうだよね、自分がされたらね、そうだよね、久美子さんの言う通りよ。ね、頭にくるわよね、うん。ね、わかるよ、うん。爽やかさん。 ラッキーずっといるけど、熱狂的な、え、よしえさんの熱狂的な不安だなって、本当あ、みーちゃんまた来ますねって、ありがとうございます。みーちゃんありがとうね、ありがとう。よっちゃんナイスしましたって、いつもよっちゃんありがとう、ありがとう、ほんと。うーんと、あ、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃーんこちゃん。 にゃんこちゃんの爪ありがとね、よっちゃん、いつもありがとう、ありがとう。うん、すばるさんが、うーん、臭いですし。こうだよね、ね <laughs>、うん。私はいたずらの内容によ,よりますねって、うん。嫌なことをされたら嫌だし、嬉しいいたずら。 されたら嬉しいです。え嬉しいいたずらってあるんですかどういうことか教えていただけますね嬉しいことっていたずらって言いませんよね違うあなた国語をね、勉強した方がいいですよねね嬉しい、嬉しいことをいたずらって言います 嬉しいといたずらは反対ですよ、あなた。ね。頭弱いわね、あなたね。学校出た方がいいよ、もう一回。ね。ね。嬉しいことをいたずらされたら嬉しいって。嬉しいことっていたずらって言います皆さん。言わないでしょう。言う人います嬉しいことされていたずらされたって言いますなんか頭おかしいね。この人ちょっと頭おかしい。 こっちまでおかしくなっちゃう。75でも。こういう人構ってると頭おかしいよよ。ね。ほんとおかしくなる。うん。神様のいたずらって言葉があります。あ、神様のいたずら。神様、例えば、どういういたずらするかお聞かせください。ね。うん。ね言わないよね、スバルさんね。うん。いたずらっていい。 喜ぶいたずらって言わないよ。神様のいたずらって言うのはどういうか教えてください、ラッキーさん。ね。私ね、勉強し直しますから。ね。ラッキーさん、悪いね。神様のいたずらってどういうんですか例えば、例を挙げてみてください。悪いけどね。うん。そうすればね、私も納得します。あなたの意見に。ね。悪いですね。 私悪いけどね。神様のいたずらってあるんですかねわかんないわ、私は。調子に乗ってんなよ。ばばーだとよ。こう、また出てきたな、この野郎。この野郎、ばばー、こじきばばだとてめえはなんだよね、この野郎。そったれが。小じきばばで悪かったな、この野郎。ばばーでも生きてんだよ、この野郎。なんだこりゃ。 く、くに、くに、くに92だったよ。こじきばばあだたよ。こじきでも何でもいいんだってめえ。てめえどんなこじきだバカ野郎が。くそったれが。わらすんじゃねえぞこの野郎。バカたれが。この野郎。へっ、こじき。何、これも、これもアンチ。アンチがどんどん出てくるよ。納得されてる方が他にいるようです。つま、ラッキーとね、この キングって言うんとね、ラッキーとキングとね、あれだよ、あれ。あの、キングもね、あれ、あれ、アンチ、アンチ、キングとね、ラッキーとね、人生はある人と出会うことが大きく変わることがあります。ある出会いによって変わっていくことがあります。あ、そうだね、うん。南、南口さんはまあ、これは合ってますね、うん。 黙れ、小じきだってばか、誰が。なんで小じきなんだよ。じゃあ配信してる人はみんな小じきかい、あんた。よく言うね、そんなことを。いろんな人にい、おめ一人一人なリス、リスナーに言えばいいじゃん、リスナーじゃねあ配信者にひと一人一人な、その枠いって言え、小じきって。言え、いろんな人が配信してるから。な、俺んとこ上来るんじゃねえよ、この野郎。てめえなんかお呼びでねえよ、この野郎。くそったれが。 バカタれヨタ野郎。なんでこの野郎ええ配信者は小直ですああ、そう。じゃあ、いっぱいいるよ。配信者っていっぱいいるよ。この中にもいっぱいいるよ。ねふわっちだっていっぱいいるよ。じゃあ、その人の枠に行って、ゆえつによ、小直って。ここの枠塀じゃなくてよ。バカたれが。ヨタ野郎。よく考えたもの言え、この野郎。 もっとわけえお姉ちゃんとかさいろいろいるだんべ。なんでこの枠生きてこじきって言うんだよ。このババアによ。この野郎じじいだかババアだから知らねえけどこの野郎。くそったれがキング野郎。え配信者こじきってですかって。ええ配信者はこじきですだって。じゃああなたね、なんでこじき見に来るのね。 あなた違うところ行きなさいよ。あの世行った方がいいわよ、あなた。もうね。<laughs> ほんと。スバルさん、多分、ジジーですって。そうだよね。ジジーだよね。ジジーだからこういうこと言うんだよね。若い人言わないもんね、スバルさんね。そう、ジジーだよ。うん。本 <laughs> 当ほんと。誰もね、相手にしねえジジイだよ。だからね、寂しいんだよ。ジジーだから。そうでしょうん。 ね爽やかさんが、よしさんの勝手、勝手だろうがって。ねそうだよね。つばるさんが多分じじいだって、うん。キングっていうのがね。うん、寂しいんだよ。うん、あ、はは、しばちゃんがよたろうのこのって今言った。ねえ、よたろうですねって。そうだよね。つばるさんね。こうちゃん、何、すんごのために。 いやいや、違いますよ、私は。うん。うん。ニッキーさん、ヨシエさん、息子、苦労してるんだから、やめてって。あ、いい方ね、ニッキーさん。ありがとうございます。ニッキーさん、ありがとう。かばってくれてありがとうね。初コメの方、ありがとうございます。ありがとうございます。あり, <laughs> ありがとう。この人もね、うん。うん、やばいっしょって。冗談じゃねえよ。ちゃんとやってるよ、このバカタレ。 クソ野郎が。俺はね、悪いけど今ね、えらい金払ってんだよ、おめえ。薬倍聞いてみりゃじゃねえか。健康保険税多いから。二千、今度は一割になったんだよ、七十五だから。ねえ、千円しかかかってねえでね、結構払ってるからね、私は。人の倍払ってるよ。一万いくらだよ、バカ野郎が。二万近いよ、健康保険税が。なめるんじゃねえぞ、この野郎。薬倍聞いてみろよ、このクソ野郎。 間違いたと思ったらな、役割聞くんだよ、このバカタれが。与太野郎。クソったれが。何言ってんだよ。あその息子があなたのヨシさんなんですよって。何が慎吾が何稼いだから払ってるんじゃないいいじゃない私が払ってんだから。健康保険税は親が払うんだよ。ね。そうでしょ 健康保険税つのは世帯主に来るんだよ。わかる県民税つのは取った人に来るの。わかるかいあんた。頭悪いね。勉強した方がいいよ、少しは。ね。ほんと。信号ちゃんと払ってるからね。あの、今年の、今年の,いあの3月、確定申告やってるからね、ちゃんと。自分で言ってるからね、税務署に。悪いけど。ね。ほんで、私の健康保険税が出るわけだから。 かこっちからこっち来て、なべるんじゃねえよ、バカ野郎が。クソったれが。何あの野郎。人んちのことをな、心配する前にてめえを心配しろ、このバカたれが、この野郎。クソったれ。へえ、でも影や、この野郎。へえ、ぶっかましてやろうか、ここで。でかいの。バカ野郎が。笑,笑っちゃいな、本当になに。何何金返せよ。 何言ってんのその件には言わねえよ。こんなバカ女相手にしねえよ、私は。こんなバカ女相手にしねえよ。冗談じゃねえやあんた。ねえ。まんなバカ女金取りおめ金取り主義みたいなバカ女だよね、ね冗談じゃねえやあんた。こっちはね、被害、被害を打ってもね、金なんかね、取らないよ、あんた。そうでしょいたずらされたって金。みんなこっちがさ、負担してさ、やってるのにね。 私はね、悪いけどね、自分のことをいろいろ言われたよ、本当に。ね。私がね、万引きしたとか言われましたよ。それは犯罪ですよ。人にそんなことを言っといてね、私、万引きなんかしませんからね。あるけね人間がどうして万引きできるんだいわ、笑っちゃうよ、本当。本当で、アンチって頭くるよね。そういえば、慎吾が女装で配信してた時に、家持って、 来ましたねってなんだかわかんねえこのマスターっつうのおかしいねってオレンジさんおかしいでしょ、うん、おかしいよね、うん、だって私に払えって言わなかったラッキーさんさっき言ったよね私がなんで払わなくちゃなんないのその理由を言ってみてよあんたね 私とあの人面識ないんだよ全然なんで私が払うのおかしいよねおかしいよね私といざこざがあったわけじゃないよねあの人とね悪いけどね私がなんであの人に金払わなくちゃなんない言う事態がおかしいよ <laughs> 言えばいいじゃない私は警察言うから75のね 老人からね、そうにね、それで払えて、あんた言ったよね、確か言ったよね、今ね。これで言ったよね、これでね、配信で言ったよね。言ったよね。もういいや、マスター。どっか消えてくんないどこのマスターだか知らねえけど。あ,あもう私の放送来ないでくんないあなた関係ないから、ね。 いいようなこと言ってみんなに謝ってさ、コロッと変わるんだからさ、あなた普通じゃないよ。うん。